それを社長が自ら率先してやってるっていうのがかわいい。うん、美味しいでしょ、これ、うん、多分経営者として一番重要なのは、自分は何が得意で何が不得意かを知っておく必要がある。あ、そうですね。うちのスタッフ結構綺麗な人多いんですよ、うんうん、なんか見た目セレクトですよって言うでしょ、で社長の好みだって言うんだけどまず俺の好みじゃないやつ入れたらあなたと相性悪いからねっていう。で僕その大手企業とかもずっとこうね経験があるから、社内政治って本当に無駄だなっていうのはすごい痛感したのね、うん、ハゲないかもしれないシャンプーはマリスとしてるしね、うん、絶対ハゲない、絶対を言い切らないといけないんだけど、うんうん、どこのポイントの絶対を押すかがブランドなんです、うんうん、ブランドってのは 要は数値化できれば数値で押すし、押せなかったらストーリーだし、うん、何らかの手段でうちの牛は隣の牛よりも美味しいんだぜってことをアピールするための方法なんですよ、うんうん、よくエクスペリエンスって言うけど、うん、要はその現実に目を覚まさせない、信じてる側がそこまでビジョン化してないと多分ディテールまでいかないよね、うん、できる人とできない人の違いは優先順位の付け方が違うんですよ、うん、なんかマーケティング調査ヒアリングするでしょ、はい、あれヒアリングしちゃいけないんですよ。だから一番いいのは何も言えないでこれ買うってもうそれだけ出す、はい、フールプルーフって言葉使ってるんだけど、いわゆるバカ防止って、つまりどんな人でも絶対に間違わない方法論をマネジメントとして実践しないと、うん、俺に言わせれば戦略はトップダウン、はい、戦術はボトムアップ、はあはあ。